はい、はい、どうもみなさんこんにちは、チョブリです。今日の動画なんですけれども、今日は覚えるだけで上達する小技5選ということでやっていきたいと思います。はい、ということで今日はイフトボール2022の覚えておくだけで試合をねかなり有利に運ぶことができる小技5つご紹介していきたいと思いますので、初心者中級者の方はねぜひね参考にしていただければなと思います。はい、ということでテンポよくね5つご紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ということで早速イフトボール2022の小技5選やっていきたいと思います。はい、まずね、このトレーニングモードを使用してやっていきたいと思うんですけれども、一つ目がキーパーでボールを持った時の小技になります。はい、で試合中にね、皆さんシュートをキャッチしたりとかっていうところで、キーパーでこんな感じでボールをキャッチする時あると思うんですけれども、皆さん R2 ボタンを2回押すことでこんな感じで地面にボールを置けることはご存知でしょうか。はい、これね僕試合中めちゃくちゃ使います。で、上手い方はねかなり使っているのかなと思います。はい、これねキーパーでボールを持った時に、パンドキックとか、投げたりしてね、ボールをね前に運ぶことはもちろんできるんですけれども、これ置くことによってビルドアップ丁寧にやることができるんですよね。例えばこういう風に、蹴ることももちろんできます。ただこうやって蹴ってしまうと、これ相手とセンターバックとかで、競り合いになって、勝つ確率がマイボールの確率が五分五分になってしまうってこともありますし、結構ね、フォワードでメッシとかネイマールとかムアップとかあまり競り合いに強くないフォワードを使っている方もいるんじゃないかなと思います。そんな時はね下から、こういうディフェンスラインからボールをね運ぶために、投げるとね結構モーションが入ってしまう。投げるとこういう風に、モーションが入ってしまうので結構相手にバレやすかったりするんですよね。それを R2 2回ボタンを押すことによって、キーパーの足元でボールを受けて、ビルドアップすることができるということで、これめちゃくちゃね僕使います。で、上手い方もかなり使ってると思います。 R2 を2回押して、はい、こうやって置いてからビルドアップをこういう風に開始して前に運んでいくみたいな、これかなり使えるのでぜひね、覚えていっていただければなと思います。上手い方はねめちゃくちゃみんな使ってます。ということで1個目がキーパーでキャッチの時のボールを落とすっていうね戦術、小技ですね。続いて2つ目やっていきたいと思います。はい、ということで2つ目はコーナーキックに関する小技になりますね。はい、でコーナーキックね皆さん1試合に何回かは必ずあるのかなと思うんですけれども、コーナーキックになるとこんな感じで自分のチームの選手がね、この中横並びになったりとか、戦術によってねこんな感じでいろんな形で、こういう風にね、前に集まってくると思うんですけれども、ゲームプラン画面から、皆さんねセンターバックとかディフェンダーの選手をまず挙げられることはご存知かなと思います。はい、ここのですね試合中の役割のところから、はい、この下行くと攻撃に参加する選手というのがありますね。じゃこれをちょっと一回分かりやすく、セルヒオ・ラモス、マルキーニョス、ピロ・ケイラー、この順番に、攻撃に参加する選手1、2、3の順番で置いていきたいと思うんですけれども、そうすることによって見ていただくと、攻撃の選手が若干下がって、こんな感じでディフェンダーの選手が上がってきてくれます。はい、でこんな感じ でこれがですね、先ほど押した順番見てみてください。セルヒオ・ラモス、マルキーニョス、ティロケイラー、はい、僕はさっき入力した順番に並ぶんですよね。これどういうことかっていうと、もう一回ゲームプランのところから見ていくと、はい、今言ったところラモス、マルキーニョス、ケイラーって感じで参加する選手1の選手から手前に 1,2,3 の順番で並んでいくので、自分の好きなところに好きな選手を置くことができます。じゃあこれ仮に全部逆にしてみたいと思います。ティロ・ケイラー、マルキーニョス、ティロ・ラモス、この順番で 1,2,3 に設定するとどうなるかというと、はい、こんな感じで順番がまた入れ替わります。はい、マルキーニョスは真ん中にいるので変わらずですが、こんな感じでティロ・ケイラー、マルキーニョス、ラモスみたいな感じで並んでくれるわけなんですよね。なので例えばコーナーキックでこういう風にファーに蹴りますとか、こうやってファーにボールを自分は蹴りますとか、ニアに蹴りますって方いると思うんですよね。そんな方は攻撃に参加する選手 1,2,3 の順番を変えるだけで、センターバックとか競り合いが強い選手を上げる順番を変えることができるので、ぜひねコーナーキック、重要な戦術の一つですので、参考にしていただければなと思います。ニアとかねファーに誰を置くかっていうのはかなり重要になってくるので、ぜひ使ってみてください。はい、ということで2つ目はコーナーキックに関する、小技でした。続いて3つ目やっていきたいと思います。はい、ということで続いて3つ目がビルドアップに関する小技になります。はい、ビルドアップね以前僕、ご紹介動画でもして、かなり詳しく解説したんですけれども、そのビルドアップ動画では、ご紹介しない内容になるんですけれども、こんな感じでビルドアップするときはディフェンスラインからねこんな感じで細かくつないで、ゴールに向かってこうやってねボールを運んでいるかなと思うんですけれども、その時に1個ねコツがありまして、もちろんビルドアップする際敵がいますよね。その時に、今作はねチームプレスとかマッチアップっていうのがね搭載されていて、ビルドアップは結構難しいんですよね。そんな時に、丸ボタン
はい、丸ボタンはこれロングパス、切るボタンだと思うんですけども、これを使ったビルドアップがかなり強いです。まあ、理由はなぜかっていうと、この丸を使ったビルドアップ、こういう風にすることによって、相手のマッチアップが引っかからなくなります。これ試合でもかなり使ってます。はい、丸ボタンでのこういったビルドアップですね。これは試合中かなり使えて、本当にこれを1個、やるだけで相手のマッチアップやチームプレスを避けてビルドアップ丁寧にすることができるんで、ぜひやっていただければなと思います。これもね、結構今作のメタというか、上手い方は結構やっている、まあ、1つのビルドアップのやり方になると思うので、ぜひ参考にしていただければなと思います。はい、ということで2つ目がビルドアップ。ロブパスを使ったビルドアップですね。はい、じゃあということで続いては4つ目ご紹介していきたいと思います。はい、ということで続いて4つ目やっていこうと思います。4つ目がシュートに関する小技になりますね。はい、でこれ以前の動画でも軽くご紹介したんですけれども、今日は詳しく解説していきたいと思います。それはシュートに関する小技で、シュートをねめちゃくちゃ入りやすくする小技になります。はい、これどういうものかっていうと、はい、シュートをする際に正面からこういう風に打つ際にこんな感じで正面から打つ際ですね、その際にボールをちょっと横にずらして打つだけでシュートの精度めちゃくちゃ高まります。どういうことかっていうと、こんな感じで正面からボールを運んだ際にボールを横にずらしてシュートを打つことによってシュートの決定力がめちゃくちゃ入りやすくなります。まあ、なぜかっていうと、これはね、まあ、シュートを打つ体勢が整うので、シュートがかなり入りやすくなるわけなんですけれども、例えばこういう風に裏に抜け出した際ですね、正面から打つのではなくてちょっとボールを横にずらして打つ、はい、お分かりいただけたでしょうか。ボールを横に軽くチョンってずらすだけで、どこの角度からでもかなりシュートが入りやすくなります。はい、近くなくてもこのぐらいの距離からでも横にするだけでこんな感じで簡単に軽く打っても入ってしまうので、ぜひこの、体勢を軽く横にずらしてシュートを打つ、やってみてください。はい、ということで4つ目が、シュートに関する小技でした。はい、じゃあ続いて5つ目やっていきたいと思います。はい、ということで続いて5つ目なんですけれども、5つ目もねシュートに関する小技になります。これもねシュートはかなり入りやすくなる小技になりますね。それがどういうものかっていうと、フェイントをした後にシュートを打つ、はい、これだけでめちゃくちゃ劇的に変わります。どういうことかっていうと、例えばフェイントね、最初初心者の方が難しいと思うんですけれども、普通に、打つのではなくて1回ダブルタッチを入れて例えばシュートを打つ、はい、そうするとこんな感じで入ります。基本的にどのフェイントでもフェイントをやることによって体勢が整います。基本的にこのシュートを打つっていうのは体勢がめちゃくちゃ大事で、まあ体勢次第で入るか入らないか決まるわけなんですけれども、その他ダブルタッチ以外にもですね、例えばシュートキャンセルをここで入れてシュートを打つことによってシュートが入りやすくなります。こんな感じで、まあ結構ね、使うフェイント、ダブルタッチとかシューキャンとかルーレットとか、ドローオープンとかいろいろあると思うんですけれども、フェイントをかますこと1回でこの体勢が整います。例えば他にもドローオープンでシュート、はい、こんな感じでね、どのフェイントもゴール前で一度フェイントをかますことによって、シュートの、入る確率がかなり高まるので、ぜひこれもね、ちょっと、まあ、上級者向けになるんですけれども、シュートが苦手っていう方、なかなか入んないよって方は、ダブルタッチしてシュートとか、シューキャンしてシュートとか、例えばドローオープンしてシュートとか、いろんなやり方があると思うんですけれども、ぜひ、ね、参考にしていただければいいのかなと思います。まあ、一番やりやすいのは、まあ、シューキャンですかね。例えばこういう風なところでも1回シューキャンを入れてからシュート、はい、そうするとこんな感じで入りやすいので、ぜひシュートがなかなか入りづらい方は、1個、もう2つ目はこのフェイントを、1回入れてからシュートを打ってみてください。そうすることによってかなりシュートの精度が高まります。はい、ということで以上5つご紹介していったんですけれども、いかがだったでしょうか。で、まあ、知ってるところもあれば、まあ、知らなかったところもあったりとか、まあ、いろんな場面があると思うんですけれども、まあ、この5つっていうのは特に上手い方もみんな使っている、まあ、小技というかになるので、ぜひ初心者中級者の方、まあ、始めた方は参考にしていただければなと思います。はい、ということで今日は知っておくと便利な小技5つご紹介していきました。はい、こんな感じで言うところのここだけ返す機能動画上げてますので、ぜひよろしければ皆さんコメント、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあねー。